斉藤さん、はい、来ましたよ。もうありがたいですね、いつも来ていただいてね。そうですね、はい、僕らがですね、爆安ソフトに取材に来るとですね、はい、これはね、元谷さんのところの元谷エクスプレス、はい、ね、コーヒーショップね。おお、どうもおちゃーす。いつも代官山で、ね、代官山駅前、駅前でね、この雰囲気がさ、はい、美味しいコーヒーを出すさ、うん、ね、源だよね。醸し出してますね。車が可愛いし、ほら、これ今ね、この車は高いですからね。これだけやるとね、はい、1000万します。そうですね、1000万以上かな。1000万以上するよ ね、 ね、時間も1年ぐらいかかりますね、作るのに、改造に。あ、さあ、これね、これたくさんいいのあるんですけども、はい、これちょっと見てくださいよ、ほら、これオペルですよ。これオペルの何なんですか、これ。鈴木さん、鈴木さん、弱ってますね、あの男。また、うん、またなんか卵吸ってるじゃん。まあ頭が悪いな。あ、来た。鈴木さん、自分の後輩だったら締めますよね。また奥さんから電話してるんですか。仕事の電話です。あ、はい、さあ、これ改めて紹介してください。はい、オペルスピードスターを乗ります。年式平成15年式なので、うん、ということで2021年前。21年前、走行距離は4万ぐらいですかね。4.1万。4.1万って書いてます。これは3人から読めるじゃないですかね。これね、実はね、はい、限定で80台。80台だけ。そうなんです。日本で80台。そうで、これ世界的にもね、はい、販売台数少ないですよね。でね、これは何がすごいかというと、ちょっとカメラさん見てくれて、これは柳瀬なんですよ。ディーラー車ね。でこの当時柳瀬がですね、はい、ゴルフのね、販売権を取られちゃって、じゃあ今度はオペルを売ろうということで、ワゴンとかいっぱい入れた時期だ。そう、はい、この時の一つとしてこれ入れたってことですよね。聞いてないでしょ、一人。かっこいいですね、でもね。排気量は2200トン。早いですよね、うん、長さが3メートル81、はい、幅が 1.74、はい、で高さがね、13トンで、23トンで5トン、2年生ぐらい、ね、5トン、2年生ぐらい。このマフラーの縦がかっこいいな。かっこいいね、はい、街で見たら、はい、何の車って感じですよね。まずもう見ない。そうですね、日本で80台だからもう街で見ない。でもこれ、このオリジナルももったいないけど、こういうのエンブレムを全部取って、うん、まあ、品のいい色に塗り直して。何色にしますか。僕だったら何色にするんだろうな、これな。何だろうな、ちょっと思いつかない。これなんかシルバーベースにして、うん、なんか屋根とかカーボンみたいにしたりとかでも、あ、なるほど、かっこいいのかなとも思ったり、あとホイールをちょっと変えて、メッシュっぽいホイールとかでもいいし、これ面白いですよね。やったらかっこよくなりますよね。かっこいいですよ。何しろ独特のデザインでカクカクっとしたね。そしたら、はい、これはどこで作ったんですか。生産。生産は生産、はい、ここにありますよね、はい、ここね、はい、ね、さあ、ここね、さあ、ここね、はい、もう見ながらやりましょう。もう見てよ、はい、ほら、はい、製造もこんだけ細かく書いてくれてるわけですよ。ね、ほらね、これね、何がすごいかというと、はい、実はロータスと共同開発。あ、これそう、そしてね、製造もロータスの工場でやってるってことなんです、はい、ロータスエリーゼと同じような感じでこれ作ってるってことですよ。名車ですね、じゃあね。名車ですよ。ちょっとこれ、フレーザー乗ってみてください。はい、これ僕らがなかなか大変な作業。これね、大変なのは皆さんね、はい、座るでしょ。座った時にほら、これエスパー伊藤くんじゃないの。そう、それでここのところが高いんですよ、ここが。ほら、そういうことを考えてて大変なんだけども、ほら、値段は絶対下がらない。まあ、上がる一方、こういう車で狙ってほしいんだよね。面白いですね、これね。いいでしょ、うん、乗ってみたい、これ。これ大変ですよね。あ、結構乗っちゃうとね、うん、またいいですもん、これシートの硬さが。で、この足置くところの向こうに、これ見てください、ね、あれ消火器でしょ。消火器ですよ、結構早いですよね、きっとね、これ乗ったら。ゴーカートだわ。ゴーカート、乗ってみたい。乗ってみたい。何も開くんだ。開けてる方が乗りやすいってことですね。プロトタイプだな。
プロトタイプ。どうやって降りていいのかわかんないですけど。こうなのかな。あの、あ、降りる方が簡単。で、ね、中見て思ったんですけど、アルカレベルの、RZ とかあったんですけど、はい、なんていうかな、レーシングカーですよ。だから、多分必要なものしかついてない。乗ると、多分こんなになって乗るんだけど、それがいい。それがいいですよ、ね、それがいい。だこれはね、一度ハマると癖になる。映画のなんかのカーチェイスのシーンで、トレーラーの、コンテナトレーラーの下スーッてここに行けそうですよね。あとはみんなで、誰が一番早く乗れるか選手権とかね乗って、値段がわかんない。想像つかないですね。想像つかない。安いのか高いのか、僕も想像つかない。奥さんとうまくやってる。まあまあ、はい、まあまあ、はい、まあまあってことです。はい、愛妻家だもんね。はい、奥さんも 83% の方でしょ。奥さんね、今そこホテルにいます。ちょっとね、してるよ。今ね、1回戦終わったところです。そうそう、情報入ってきましたからね。あの、千葉でいくらってのがいて、千葉いくらね。千葉いくら、取れないはずの千葉いくら。そうそう、千葉いくら、ね、なるほど。ファイバー。ファイバーじゃないとこういう森の形成ができないんだもんね。面白いな、コンテンツさんが真横に。本当だ、こんなのは、ね、あんまりいいですよね。余計なもの一切入んないね。入んないですよ。余計なものも入んないですけど、大事なものも入んないですよ。これはあれだな、あの、セローさん夜さ、ガレージがスーッと出してた、しとこうとかね。そうですね。ちょっとウィグアで行ってこようかとかさ。そうですね。かっこいいじゃないですか。さあ、牛ちゃん、はい、ここにいるエンちゃんが一緒にいますけど、はい、目を光らせてますね。聞かされてないんで。あ、聞かされてない、はい、じゃあ僕たちが決めましょうか。じゃエンちゃん、エンちゃん、はい、こっち来て。ダメだもん、たまにもたもたしてないで。お値段はさあ、おいくら270ジャストで乗り出し、270、車検も全部つけて、はい、まあ、多分ロータスだったら絶対買えないんで、300万以下だと。逆にこれスピードスターってちょっとマイナーなだけでちょっと値段が、まあ、狙い目。オペルブランドだから、はい、狙い目狙い目で、ね、中身は一緒ってことですよね。ほぼ、まあ、エンジンとか違うんですけど、うん、まあ基本的にあの乗り降りしにくいとかそういうのもロータスと同じ。乗り降りしにくいとこが売りでもないよね。別にね、まあ、ちょっとスポーティーな感じが、はい。ということで、ね、270万、はい、1週間限定でお願いします。週間限定、はい、で1週間終わると250万。いや、ちょっと、もっと上がります。はい、今だったらね、260万。いやいや、270万。ひどいな。マシンです。よろしくお願いします。テリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。